안 아파요? 아파요. 오 츠카레 사마 데스. 皆さん今日はどこに来ているかと言いますと、韓国に来ています。背景どこも韓国っぽくないんですけど、空港に着いたばっかりで、今からソウルステーション、ソウル駅の行き方が分かんないです。多分あの空港から出てる電車みたいなのに乗ればいいんですけど、なんかモバイルオーダーみたいなんだったんで、ピーチジュース頼むことができました。今日はもうフライトが2時間ぐらいだったんで、スカートでフライトを過ごしました。てかさ、昨日全然寝てなくて目のクマがやばいで、彼氏と会うんですけど、まず私がソウルステーションに行けるかもわかんないし、韓国語が読めないっていうのと、読めないっていうので、空港鉄道直通、これでいいんかな。そうで、私ね、韓国初めてなんですよ。インチョン空港に今いるんですけど、なんかアイドルがさ、よくさ撮られてるインチョン空港に来ていることがめっちゃ嬉しいです。韓国のクラブも行きたいし、なんか噂で聞いたところによりますと、韓国のクラブは昼の12時までやっている。よろしくお願いします。本当ですか？久しぶりに会えてどんな気持ちですか？なぜか、めっちゃ懐かしかったよ。懐かしい？この服微妙かな。やばすぎ、韓国ドラマで見てたみたいな景色が今目の前にある。今は本殿に着きました。本当に K ドラマ、よろしくお願いします。逆にさ、今までなんでこんな韓国好きやのにさ、来たことなかったんやろってぐらいすぐ来れるし、日本から。待って、ここも住みたい。私はまだ韓国から日本に帰るフライトも取ってなければ、日本からバンクーバーに行くフライトも取ってないので、無計画人生。やば、オリーブヤンがある。これずっと見てた、なんかさ韓国 Vlog みたいな。クロンゴケーソーパッソッソなの YouTube 映像くんで半分極寒なんですけど、私だけタンクトップです。いただきます。熱っ。今帰ってきました。今日は本殿に行ってきたんですけど、カラコン2個買いました。カラコン2個買ったら、なんかこの液体とかケースとかめっちゃついてきた。あと本殿でなんかめっちゃ安い服屋さんいっぱいあって、韓国エチエチ姉さんになりたいので、着回しできそうな、私は本当に寒そうな服しか持ってないんですけど、これはまだ寒そうではない。前にこうね、レースみたいにこう、なんていうの、こうなってるやつを買いました。かわいい。でですね、初めてじゃーん、えい、このね、なんかさ、チョコレート入れるヨーグルトあるやん、これを買ったんですよ。楽しみ。ここにチョコが入ってる。ていうかさ、さっきさ YouTube でさ、全然韓国語喋ってないよね。さっきマジで韓国語喋れるんですか？チームとヤギ入っか？スプーン、いっそ？スプーン、クロンゴ。うわぁ、初めて。やばくない？これ。いただきます。
あんまり好きじゃない。今日はですね、ただいま電話に出られません。なんかちょっと韓国住んでる感覚、エアビーなんですけど、ここがアパートだからめっちゃ韓国住んじゃってる気分なんですけど、長く持たない。で今は起きて歯磨きして顔洗っただけなんですけど、今日はスキンケアで、今日ちょっと本当に初めてだから動画撮ろうかなと思ってるんですけど、私の肌は本当に結構ひどくて、ニキビ跡とか毛穴とかもこの辺いっぱいあるし、やばいんですよ。だから目指せノーファンデって感じなんですけど、ノーファンデってさ可能なの？受けたまわりました。私はほど遠いところにはいるんですけど、そう、今からそれを Vlog していきたいです。お願いします。今はこういう格好なんですけど、すいません。昨日買ったものを紹介しようかな。昨日はまずアクセサリー、これも昨日韓国でなんか買った可愛いアクセサリー、なんかメイドインコリアでシルバーアクセが可愛かったので、まあ旅行だし記念にと思って、シンプルなピアス。私は耳たぶのピアスあるじゃないですか、みんなが一番開けてるここが閉じちゃってなんで私開けないといけないんですよ、ピアスを。でももっと増やしたいなってなんか最近思って、でその次にもう一個ちっちゃい系のピアスを買いました。これも可愛い。あとこれね、このブレスレットと、あとホンデのアンダースターっていうショップで、これ可愛くない？紐ついてて、この後ろで結べる、上の服ちょっと個性的で可愛いなって思って買いました。あとはこのズボンね、このズボンも買いました。これも可愛い。こんな感じでこういうの編集会終わり。本当にね、なんかさ、この景色、なんかさ、アイドルか誰かの Vlog か、それかドラマとかで見たなんか恋愛系の景色を見て、私は韓国で恋愛がしたくなりました。よろしくお願いします。いきなりなんかこの感情が来た、え、やばいみたいな。なんかソウルで出会い、ソウルで付き合うまでのこの期間の恋愛だけしたいみたいな、欲張り恋愛をしたいなって。長くは持たない。まだ本殿にしか行ってないんですけど、カフェ行ったりとか買い物したりとか、そう、本殿のクラブ、クラブ普通に行きたかったんだけど、本殿のクラブの前を通ると日本とは違う雰囲気のクラブなんですよ全部。なんか韓国の男の人さ、みんな強そうなの、なんか強そうなの、みんな背高くて なんかちょっと怖そうみたいな。そうだからなんかクラブに行きたい欲がなくなってなんか怖いってなって、彼氏と行こうとしてたんだけど、なんかあんまり行きたい欲がなくなった、怖そうってなった。まあそういうことで今日はスキンケアちょっとやっていきたいんですけど、今日この服着ようかな。今10時半です。この服化粧してなくて着たらなんか、外がめっちゃ綺麗。はい、今ですね、カンナム駅の近くの駅に着きました。彼氏が私のしないといけないところみたいなのを書き出していて、ほくろ除去とか書いてたんですよ。え、私それしたくないんだけど、ほくろ除去してほしいのっていう風に切れました。何？何も言ってない。今からスキンショップ行ってきます。ノーメイクアップやばい、かわいすぎる何笑ってんの？笑ってるよね。整形、整形、皮膚、整形、皮膚、整形、整形、ビジネス、ビジネス、整形、整形、整形、イエーイ。長くは持たない。はい、皆さん、今8万円をクレジットカードで支払いを終え、今から皮膚のなんかこう毛穴に皮脂が詰まってるから、それを抜いて、でポテンツァします。でリップのフィラーとここにボトックス入れるみたいです。怖い、こういうの初めてなんでめっちゃ怖いんですけど、もうなんかリップを自然にしたいですか、派手にしたいですかみたいに言われて、自然にお願いしますって言ったら、お姉さんは骨格がちょっと綺麗なんで派手にしても可愛いと思いますよって言われましたので、はい、としか言えませんでした
水洗顔します。熱っ。あ、緊張する。아프지 않으니까 걱정하지 마세요. 네. 아쿠아 키라 안 아파. 안 아파네. 응, 안 아파. 이제 풍긴장 하시기 전에 마취크림 발라드릴게요. 네. 네, 많이 주세요. 네. 마취 되는 동안 좀 누워 계실게요. 네. 감사합니다. 고양이. 안 아파요? 아파요. 오츠카레 사마데스. 피 좀 놔두세요. 아, 모자이크 하니까 괜찮아요. 아, 모자이크 할 거야? 어, 네. 지금 몇 퍼센트 끝났어요? 20%. 20. 어, 어. 오케이. 미치겠네. 寝て朝なんですけど、ちょっとねポテンツァの穴が結構悲惨すぎるので、めっちゃなんか血の塊みたいなのがブブブブってあるので、ちょっとパックしてるんですけど、昨日は本当に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 怖かったんです。2時間3時間ぐらいやってたんですけど、肌やってヒアルやってボトックスやってみたいな感じでやってたんですけど、もう怖かった本当に。失礼しました。昨日何やったかっていうと、まずなんかカウンセリングでこう言うんですよ。まず第一希望は肌で、もう昨日は肌だけしようと思ってたんですけど、そこが結構ヒアルロン酸とかも安くて、ヒアルロン酸とかもやりたかったんですよ。韓国来たからには安いしさ。でそれで昨日やったんですけど、誰、来い来い来い、これ映せる？ちょっと映せなかったらモザイクかけるんですけど、なんかニキビを取った後に、あ、なんだっけ、ポテンツァ？ポテンツァをしたんですよ。で、ポテンツァが本当に痛くて、この全部やった治療の中でポテンツァが一番痛かったです、正直問題。涙出るみたいな、こう、タラーン。こんな感じで傷ついてるんですけど、今から良くなる予定。なんかこうさ、今まで何もしてなかったのにさ、いい傾向が見れるのが嬉しい。でその後ですよ皆さん、私の顔ちょっと変わりましたよね、わかりますか。今2日目で昨日よりも腫れてるんですけど、おでことリップと顎にヒアルロン酸を入れました。で今もちょっと痛いんですよ、こことか痛くて。ちょっとボリュームアップしたの分かる。私の唇結構薄めで、結構メイクでオーバーリップにしてたから、こんな感じでちょっとここがなんか青くなってるんですけど、鼻もやりますかって言われたの。鼻やるってさ、なんかそう注射系じゃないじゃんと思って、私はそのメスとかなんか分かんないけど、そういう注射系しかやりたくなかったから、韓国で綺麗とされている顔を多分勧めてくれてるんだけど、いや私はこの鼻大好きなんで変えませんというふうに言わせていただきました。そう、やっぱ整形外科とかってさ、やっぱお客さんがこうしてくださいこうしてくださいっていうことってさ、基準とされているものがあると思うんだけど、私の基準があるからさ、相手の意見でこっちは変えないよっていう。はい、ということで最後の最後、動画の締めなのに顔がこんな感じですいませんね、申し訳ない。ということで今日も見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ちょっと洗濯機がうるさくてすいません。バイバーイ。